という自己切りの自己が完結するの自己境だね。そういうのがあにんにく腹水ですよ。それからまた精進腹水、これも有名に前方を趣旨悪法を断ずるということだ。要するに人一切生命としてまっすぐ人一切生命が生きるところにおのずからね、その、悪いことはしない、いいことはする、ただそれだけなんだね。それに一生懸命な、俺生命力っていうのはどうせ生きるってことなんだからね。だからその生命力が生命力のまんま働くっていうのは精進だ。それ怠けるために一生懸命努力してるっていう人が時々いるね。あれかえって苦しい。そんな怠けるだけ、それほど怠けるのに苦心する努力するなら、それの分だけまっすぐ仕事したらもっと気楽じゃないかっていうような人いるじゃないですか、ね、そうじゃない。本当にね、我々生命っていうのは働くものなんです。生命が生命として働く限り安穏なんだ。それが精進腹水。全情腹水っていうのはこの本当に生命の実物に落ち着くっていう、生命の実物が生命の実物に落ち着く、それが全情腹水。それから知恵腹水っていうのは生命の実物をこう実物としてね、今言ったようにこう選ぶ、そういう働き方をする中に生命、人一切生命が完結するんだ。そういうことが知恵ね。だから腹水っていうのは自己が自己を実現、本当の自己が自己を実現して完結する、こういうことだ腹水っていうのは。でまあそういうことで、まあ今の題号の題名の摩訶般若腹水っていうのを説明したわけだけど、でこの道元禅師がね、この摩訶般若腹水っていう摩訶を書かれたって、今言ったこれでもう仏法としてはそれで、ね、話は済んでるわけだけど、これを取り上げてた具体的にどういうことかっていうことをね、言われるのがこの正法眼蔵摩訶般若腹水の摩訶の話だ。具体的にで、それはどういうことかっていうのが今本文に入ってですね、観自在菩薩の行人般若腹水たちは渾身の正見御恩開空なり。これまたね、これいちいちこの仏教の文字っていうのね、今言った数えること済まれちゃうんじゃ何もなんないんだね。この仏教の用語の缶詰をいちいちこう開けてさ、ちょっとまず食べて、で皆さんにもどうすお味の加減はって、その食べていただきたいというわけなんだから、この漢字財菩薩の漢というのはまた問題だこれ漢字財菩薩っていうのは大体観世音菩薩っていうのは旧約で、漢字財菩薩っていうのは新約だ、こういうことになるけどね。ボンゴじゃ何ていうのは知らないけど、まあボンゴの訳しかない。だけど
けどいずれも感情なんです。この感がね、っていうのはね、思観っていうの、思観と思観っていうのと、まあ対なんですね、大体は。で、思っていうのはね、ボンゴジャシャマタ、観はビバシャン、ビバ、まあ盆語で言えば観はビバシャナ、死はシャマタ、こういうこので、座禅のことを思観っていうね、普通天台の摩訶思観とか小思観とかっていうその思観です。で、座禅のことを思観っていう。ところがこの死っていうのはどういうことかっていうと、一切やめることだ、一切手放しにすること、頭手放しっていうのは、この私はいつも頭手放しっていう話をするけど、この死の話だ、こうしてこう頭で何かこういつも掴む、それを手放しにするっていうね、そうすると落っこちる、落ちる、その死、手放し、そして観っていうのは手放ししたところにあらゆる、しかし手放ししても何か頭にいろいろ湧き起こってくるもの、これ一体何か。これはね、頭の分泌物だ。頭っていうね、生命が持ってる頭っていう器官、その分泌物です。この分泌物だなってね、よく観察してる。要するに、分泌物として、これまた分泌物っていうのは、排泄物じゃないんだね。共産主義の、唯物主義の人に言わせると、人間の観念というものはその排泄物みたいなもんだっていう人が言うけれど、排泄物っていうのはしょんべんみたいな、これもういらないものだね。ところが分泌物っていうのはそうじゃないね、必要だから湧き出てくる。しかしながら頭で考えたことのために行動し、頭で考えたことのために生きるとなると、分泌物、私は分泌物のために生きてるってことになる。例えば私は幸福のために生きてるっていかにも分かったようなことを言うけれど、その幸福っていうのはどういうことか、おっと私の、要するに幸福っていうのは私の頭で楽しいと思い、嬉しいと思い、その何ていうか物足りる思いをすることを幸福とこういうんだったら、何、私の頭の分泌物のために生きてるってことだ。これがね、間違いの根本だね。こう今の人たちは、これ一時代前まではね、何のために生きるかって言って、一番大事なものって言ったら、まあ東洋の世界では仏法とかね、西洋の世界では神様のためっていうね、神のためにっていう、神の見境のためにって、そういうことがあった、
神様とか仏さんが出てきた、最高価値とするべきものが神や仏だったのね。ところが最近はその神や仏っていうものを価値的に見なくなったでしょ。神様仏さんっていうのはそのおとぎ話の世界って分かってきた。それでそういう神仏をなくしてみると、結局は何のために生きるのか、結局幸福のためっていう、それが20世紀の地球上の人類を事実上導いたのは、その幸福のためっていうんじゃないかと思うね。そういう人生観じゃないかと思う。それでより良い生活のためって、それだけが絶対的に、だからより良い生活さっていうことさえ持ち出し、あらゆる人間を駆り立てることができるっていう文章も読んだことあるけど、要するに何かより良いとこう思わせりゃ地球上の人類、今の人類はね、引っ張ることができるんだ。ところがそれは結局の話、分泌物のためだ。で、分泌物のために生きるっていうのは話が盗作してるね。我々生きていればこそ分泌物が出てくる。分泌物のために生きるっていうことは話が違う。だから私の頭が物足りさすために生きるんだったら、話が間違う。で、今我々の頭、一切の頭を手放しにしてだ。これが死ですね。そうして何もだない全てのものは、今我々が考える頭の考えっていうのは分泌物でしかないなとこうね見てる。分泌物でしかないなっていうことは、分泌物は排泄物じゃないんですよ。やっぱり生命に必要なればこそ分泌してんだからね。で、分泌物だなって見てる。この見るっていう、それで本当の生命の実物を観察すること、つまりこの全てをありありと生命の実物として見ること、それが観ですね。それでありのままに見るっていう。で、観自在菩薩っていうのは、だからその生命の実物っていうのから言ったら、我々人一切生命の自己を生きてるっていうことね。これを人一切生命としての自己としてあるっていうことを、これありありと見るのか。だから観自在菩薩ってのは、自分の本当のその生命の実物としてのあり方を見ている菩薩っていうことだ。そういうことで、まあ、観自在菩薩っていうのは、まあ、そういう意味だけれど、本当観自在菩薩ってのは俺とはあんまり関係ないような菩薩かなっていうと、そうでない。今我々誰も彼もその本当は観自在菩薩なんだね。いや、自己入りの自己生きてるんだからね。ただ我々それが宙に浮いてるだけは、その浮いてるんだ。しかし本来に感じたい菩薩でなきゃならない。で、これだから決してね、他人の話としてじゃなくて、自己自身の話としてこう見ていかなきゃならない。
観自在菩薩の行人般若波羅蜜多時は渾身の正見御恩開封なり。この行人般若波羅蜜多時、行ずる時、深い般若波羅蜜多を行ずるの時、こういう、まあ、読めるわけだけど、行ずる時、これはね、実物する時っていうこと。行っていうのはね、実物するってことね。我々行でなくって行事内で言葉で、 さっきも言うように言葉で済ますっていうところが多すぎるわけだ。今私が話してるのも大体何も行じてるわけだ、言葉で話してる。しかしながら、それじゃあ今の話が行じゃないかっていうと、そうでない。一生懸命話してるっていう行は、だからこの行と行でないのとって、それはもうそう簡単にね、こう分離できない。これ一生懸命、私としては一生懸命話してるっていう限りは行だ。でそのとにかく行っていうのは実物する、生命の実物するって。で、観自在菩薩がだから人般若波羅蜜多を行ずるの時っていうことは、般若波羅蜜多を行ず、実物する時っていうんですね。で、また人っていうこと、これは深いっていうけれど、今も言う大きいのと同じように、深い浅いって言ったらどこが深いんだか、どこが浅いんだか、いや宇宙 の果ては深いって言うけれど、何どこの地点から見て深いのかね、わからないでしょ。いやあれなのね、天文学の方を見てると宇宙の果ては150億光年ぐらいで、それが半径であるっていうようなこと書いてある。半径であるっていうと、今俺の見てるとこが中心なのかなってそう思うじゃない。これはあのね、この宇宙の中で我々の地球がね中心であるはずがないと思うんだね。そう、どっかこう中心より外れているんじゃないかと思う。そうすると半径が150億光年っていうのは言い方がちょっと間違ってると思う。そういう点ね、その深いとか浅いとかってね、その見方によるんだからね。で今言う人っていうのは浅い深いじゃない、実物そのものまで掘り下げるってことだ。実物そのものまで掘り下げるってことが本当の人で、人行人般若波羅蜜多時は渾身の正見御恩開封なり。この渾身っていうのはね、脳所がないっていうこと。もうそりゃそうだ、我々今言う人一切生命なんだから、ね、人一切自己。そうなるとね、俺はもう渾身だ。渾身というのは脳所がない、見るものと見られるものと、そういうことはない。見るものと見られるものとっていうのは全く一つ、それが正見ですね。渾身だ。で正見というのはね、見るものと見られるものと二つじゃなくて、見るものがまた見られるものでもある、見られるものが見るものでもある、それが正見だ。例えばお天道さんっていうとね、お天道さんから全てを見たつもりになってもさ、お天道さんっていうのは俺が光を出して、そしてだから俺が光を出すからそこに像があるわけだね。それをまたお天道さん見てるわけだね。だから照らして見るんだ。今我々もそうだ、お天道さんよ
よりお天道さんというと広大無辺みたいに思ってるけど、大違いだ。我々が生まれたから全てお天道さんもあるんだ。俺の生命力、俺がその俺の生命というものね、人一切生命というものを持って、それでお天道さん照らせばこそ、またははお天、あれはお天道さんだなって私が見る。で、何をお天道さんも私の生命力の一コマでしかないんだ。生命の実物から言ったらそうなんだね。すべて私は私の生命力をでもって一切を照らせばこそ、私の世界を照らせばこそ、私がまた、ああいろんなものがあるって人生をね見ることもできる。それが証券だ。だから何に、すべて私の生命入りの生命ですよ。人生生命ってのはそういうことね。 あらゆるものがだから私がいつも言うけど、これいかにも私が皆さんに一生懸命話してるみたいだけど、本当はそうじゃない。私は私だけに一生懸命言ってるんだ。私の網膜に映ったさ、皆さんの顔を見ながら、それに向かってその、皆さんが、どんな顔してるかってね、分かってるような顔してるだろうか、あるいは眠そうな顔してるだろうかね、まあそういうのをみんなできるなら分かったような顔をさせようと思ってあれしてんだけど、本当は自己が自己に語ってる。それで照らし証言してる。まあそういうことね。それからその次、ご恩開口なんて、これまあ本当にね、いちいち缶詰の多すぎるからね、そのいちいちの缶詰、この分はこの分はって忙しいんだ。で今ご恩っていうのまた缶詰あげない。ご恩っていうのはね、いわゆる四季十相行四季だ。このね、大体の話からいや、これ仏教ではね、四季十相行四季っていうのをね、ご恩っていうことは非常に多く出てくるんだけど、大体の話から言ったらね、本当は四季っていうのは物質的なもんです。これはね、これはものです。物質的なもの。それからこっちの四季はね、あの心っていう、あの普通言うね、物と心ってよく言うでしょ。で、これが心だ。で、今自分から言えば物と心っていうだけだ。それをね、仏教ではあの阿吽教の昔から、あの物と心ってこう2つ二分法はしないね。四季十相行四季ってね、5つに分ける。で、この十相行っていうのはその物と心の間にこう挟まってる。それが仏教的な分け方。西洋のね、あの学問はいつでもあれかこれかってこう、あの二分法ですね。あのこれでこの何て言うかな、物の定義をするのにね、定義っていうのは、物の定義は類プラス主差っていうのがね、西洋の定義の定義だけどね、類っていうのは一つの、例えば、あらゆる存在とこういう
存在、あらゆるものを存在っていうけれど、その存在の中に生命があるかないか、こういうんで、それでこれはまあ物っていうこと、あ、物っていう、あ、存在に対して、つかめるかつかめないかってまず分けるね。あらゆるも存在ね、目に見え手でつかみうるものって、そういうのを物質的なものだ。それに対してそのつかめないものっていうのは精神的なもの。それで精神的なものってこういう、そういうふうにまず分けるでしょ。これがこっちが類、これがあの見えるか見えないかっていう、つかめるかつかめないかっていうの、これは取捨ですね。これで二つに分けちゃう。それから物っていうのをまた二つに分けて、生命があるかないかっていうんで生物と無生物に分けるでしょ。そういうふうにこう二つずつにこう分けていくからね、あの非常にこう正確に分けて、ところが仏教はそういう点はあれなんだね、思いついたことを並べるっていうね、そういうところがあるね。物って言ってもね、物の中に物質的なもの、煙っていうのがあのこう固定的なもの、それからあの流れているもの、それから煙みたいなもの、それからそのあれですね、悪いことをしたするとこう何か心の中にちょっとこう悪業っていうね、そういう微粒子が ある、あるいはいいことをしようっていうと、いいことをするっていうまた微粒子があると、そういうのも物質的に考えてたからね。そういうふうにこう非常に仏教の概念分類が非常に思いつき的なところがあって、こう西洋的なこうあの正確な分け方している。で、まあ、その辺はインド人の何て言うかな、ウーバンニャというようなところが出てるわけだ。今のこれもそうですね、物と心ってこう言えばこれとことってね、はっきり分かるんだけど、物とこれ、物っていうのはね、あのこれは式はね、変化変化の儀、その要するに物っていうのは消滅変化して、そして互いにこう相さえるそのっていう意味ですね。で、そういうものが物だ。それに対して心っていうのはこれの教に対して両別のこう分かるっていう作用だからね、両別両別識知する、こういうこと。こっちはだからね、何かこうさえるっていう、変化しながらさえるってこういう意味があるでしょ。それに対してこっちは両別っていうんだから、その、その変化しないし、の概念的に決まっちゃうんだからね、もう動かないとか、そして言葉関連的なものは何もこうお互いに、ぶつかり合わないでしょ。そういうんで違う。それでだから式と式とって、あの物と心とってんで、大体もう西洋的にはそれでいいの。ところが仏教の場合はね、
この間にこれ仏教っていうのはお釈迦さんの時代からその煩悩をいかに克服するかっていうかね、そういう観点から分けるんだからね。そうするとその物と心の間にどういう作用があるかっていうのをこう観察して、そしてこう挙げたのが十相行っていうね、妙なもんなんだ。でこの十っていうのは両脳の儀です。両脳っていうこの要するに物を見て受け込む、私の心の中に受け込む作用ですね。それから相っていうのは酒造の儀、造を取る、要するに表象観念というものを映る。だから今コップを見るって言った この見るっていう中にこう見るっていうことがあのこう受け込むわけだね、このあれに対してね、この私の心が、それが十です。そして私の心にこの私の見たコップっていうのが出来上がる、これがあの相ですね。それから行っていうか造作せるのに俺なんかその見ただけじゃなくて、そこにね我々がねこっちの心から持ち出して、これ持ち出、私の心が持ち出すのは造作だね。そしてその持ち出して付け加える、これが造作せんるの儀だ。例えば今ダイヤモンドを見るとこうするね、ダイヤモンドって言うとちょっとおかしいかなまあこれでいいや、時計を見る、時計っていうのは今式ですよ。それに対して十っていうのはこの今私がこの時計を見る、それでこの見る限り私が今言う老眼でもって、そして私の角度から見てんだから俺そういう見方してるわけ。そしてそこに相っていうのは、ああ時計だなっていうね、その像が私の観念に映るじゃない。それから像作戦っていうのは、これに対してあこれはいい時計だ、いいとか悪いとかね、あるいはあこれ欲しいな、いくらぐらいだろうって、そういうのが付け加えるでしょ。これは行です。要するに行っていうのはね、この十と相とも除いたあらゆる心理作用ね、とそれから、その心理作用以外の一切の違法ってこういうことになってるんだけどね。これまあこれは仏教教学の話だけど、とにかくそのいろんな造作をしてですね付け加える、これはちょっといい時計だな、ちょっともらってこうかな、でそんなあの付け加える、そしていくらぐらいかな、そういうふうにあの金の値段なんか考えるのはあれだ、あの心理作用じゃないんだからね、これは数に関係するんだ、そういうのを行、だからそういうのはまあ五運だ、式十相行式、この五運に対してですね、お釈迦様の根本教説としては、その阿吽教の造阿吽、阿吽教っていう教は、まあ、仏教経典として非常に根本的なお経です、原始的なね、それの、まあ、一番初版あの阿吽経典も思阿吽があるけれど、一番根本的なのは造阿吽、一番初めの造
ドアゴンの第一の第一本第一第巻第一の第一本無常経っていうのを今日があるけど、だから一番もう根本的なお釈迦さんの説法をこうまとめた根本ですね。その中にまさに色は無常なりと感ずべし、この物質的なものは無常だ。で、格のごとく見るものはすなわち召喚すとなす。この物は全て無常なんだとこう見ることが召喚、正しい見方、こういうのね。召喚するものはすなわち気とんつくと。気とんというのは喜びや飛んじゃうんですね。そういうのはない。どうせこれあらゆるものっていうのはね、どうせ変わっていっちゃうんだから、そんなのそんなに欲しがらないってことですね。で、オンリーするものは気とんつく、召喚するものはオンリー召喚、オンリーするものは気とんつく、気とんつくるものは神下だすと説く。要するに欲しがらない、そのむさぼらない、こういうのが下脱したとこういうことだっていうね。で、格のごとく重創業式は無常なりと感じでした。これこの我々、私の見てるのも無常なんだ、それから私が見たこの観念ね、観念も無常なんだ、それから私がそれ欲しいな、何したいなとこう思う思いも無常なんだ、それから私の心も無常なんだ、全てが無常なんだ、相当無常だと無常、格のごく見るものをすなわち召喚すとさ、全ては無常だって見るのが正しい見方ね。そして正しい見方さえすりゃ、そんなにオンリー勝負で、そんなに欲しがらない、で欲しがらないで祈祷を作ってんで、むさぼらない、そうすると神下脱すると、こういうことですね。これがまあお釈迦さんの御恩に対する根本的な教えですよ。ところがこのだから色重創業式っていう御恩を無常と見るっていうのが根本だ。それに対して今この般若経典になると、今度さっき言ったように無常がまた無常するんだね。それで空という、で今度は大本般若経っていうお経のね、周三本第九の巻にはこう出てくるね。菩薩任さず般若波羅蜜を行善と欲せば、色、色ですね、色これ無常に重すべからず、これ無常だって言っちゃダメだっていうのね。そうじゃない、重創業式これ無常に重すべからず、これ重創業式も無常じゃ、無常とこう決めたらいけない。何をもってのゆえに無常無常の相空なり、私がさっき言った無常っていうのも無常しちゃうんだ、無常も無常しちゃうんだから、これね空って無常空のゆえに無常と名付ける。これだからもう無常っていう言葉も使わない、で空を離れてまた無常なし、無常はすなわちこれ空、空はすなわちこれ無常なし、こういうこういうのが大本般若の周三本第九の巻に出てる。でつまりね、般若経で空っていうの、これは無常も無常して、一切が無常していくから掴まれないってことですね。結局は空っていうことの意味は、でのさっきも言うように一切私の人際生命なんだからね、そうすると全てがもう無常して、それでその掴めない。ちょうどねこれ
こういうことだと思うんだね。この私は毎日宇治川辺にね散歩して歩いてる1時間ぐらいね。そうするとあの宇治川っていう川はね、あの泳ぐ人さすがに一人もいない。でタゴさんっていうのはあの海軍の人だから、あのタゴさんなら泳げるだろうって言ったら、ここじゃ泳いじゃいけないって、あの渦が、巻きすぎてるって言ってくると、本当に宇治川っていう川は渦がね、回ってんのね。要するにこういうふうに来て、こう回ってこういうふうに行っちゃうんですね。ほんでまたこういうふうにして、こういうふうに行っちゃう。これもこうにして、こういうふうにですね、こう回ってるでしょ。 それでね、これがまあ式だ。式っていう、これは十っていう、これが層っていう、行っていう、それからこれが式っていう、大体こういうもんだね。あらゆるものがね、渦みたいなもんだ。これ早い話が、あの駒落としのフィルムでね、こう撮った映画、あえてこう見てもらいたい。何もかもね、急にほにゃって生まれた赤ちゃんがムクムクって大きくなってさ、あしたらまた、そのいかにもその花の命が短くてそしてそのうちあのくにゃくにゃっとして、そしてパッとこうなくなっちゃうんだな。駒落としのフィルムで、映画みんなの一生、これ人間だけじゃないですよ。こういうあらゆるものを駒落としのフィルムで、だから大きな観点から見てごらんなさい。全てがムクムクっと多くなって、ふっていってまたこにゃくなってなくなっちゃうんだね。これ本当に渦だと思う。でこうだからね、あの一切無為法、尿無限法用、尿老薬、尿殿、王さん、尿税官というね、夢のごとく、夢幻、泡影のごとしということだ。で、梅雨のごとく、また蓮のごとし、まさに格のごときの感をなすべしという、これがあの金剛般若経に出てきますがね。まあ早い話が本当につかめないですね。これを食うな。ところがこれあれだ、そんなにね、あらゆるものは、ご恩回復って言ってね、そう見られるかって、それこそね、それはまああの建前としてはねっていう話になっちゃうよな。本音としてはそんなにね、こう、その何て言うかな、一切、尿無限法要、尿老薬、尿殿、王さん、尿税官、そうはいかないじゃん。これは本音はそこだ。
って、ね、あのそれがまあ我々の事実だ。いやどうも私の話はね、あの建前言ってるかと思うとまた俺の本音出しちゃって、ね、それ両方言わないとどうも気が済まない。いやあの私が折り紙の名人で仏さんやイエス様の十字架作ったりなんかすると、それにそう作ってくると今度はレビューが裸をとってそれまた折り紙で作るんですね。それ両方並べないと私は気が済まないと。今もう本音と建前ってもそうなんだね。このところがこの本音と建前っていうのもこれ今色即是空、空即是色っていうのも そうだと思うんだ。この本音と建前とっていうのは二つじゃないっていうね。そういうこの色即是空っていうのもね、あの色すなわちこれ空、空すなわちこれ色って呼んだ人いるけれどね、これももうこれも面白いね。あの、今私がその毎日こう大空見ながら歩いてる、ほんと大空見てって言って俺には色気ある、色気あるけど色気すなわち空気ってそれで空気すなわち色気ってそれなんですね。でこれ座禅も同じだ。座禅してる私が今こう大空見ながら歩くっていうのは座禅と非常に同じだと思うんです。これ座禅の場合面壁だ、壁見てる、足は組んでる。ところが今大空を見ながらっていうのは大空が壁なんだ。そして足はね、足じっとして大空をただ見てるとね、これ妄想が多くなるんだね。で大空見ながら妄想する。ところが一生懸命これ大空こうやって見てんだからね、下手すらあの下に何があるか分かんないんだからね、あのひっくり返りじゃない。だからどうしても足にこう力入れながらこう歩いてる。それで大空見てる。そうするとこの足の方にこう気は行ってるんだし、それで大空見てる。これがこっちが死だ、要するに足にこう緊張しながら歩いてるっていうのはもう一切頭手放しっていうところがある。そして大空見てるからね。座禅もそう、足を組んでるってね、組んでるっていうのがこれ不思議なの。あの組んでるとこう足を組んでる方へこれ気がいってるんだね。そしてただ見てると面壁、そうすると面壁しながらそれじゃあの座禅してるんだから何も考えないかっていうとそうじゃない、ムラムラっていろんなことを考えてくんだ。そしてそのあんちくしょうしゃべりなかったってこうね考えることもある。あるいは あの女の子きれいだったってねこう考えることもある。ああすると儲かるなってあれ一つ一丁買っといて今度あれの時に手放したら儲かんじゃないかってまああの商人なら考えちゃう。でそういうことを考えるけれど、考えながら本当に足の方に力入れて座禅してとふっとこう立ち返ると、今までまざまざと現れた自分の考えがふっと決めて何壁だけだ。このあらゆることはふっと消えて壁だけって、そこがね座禅でいいと。で結局俺の頭の考えは分泌物でしかないなってことがよくわかる。で座禅するとそれがだんだん身につくんだ。それと同じことをね今、年取ってきて座禅し抜くっていうわけにいかなくなったから、今度はあの宇治川べりを歩いたらこう見ながら大空見ながら歩くっていう、そういうことをやってんだけどね、これ悪くない。老人方には勧めたいね。健康を兼ねていいじゃん。これね、この散歩してるとまたいろんな人にの顔見知りになるね。一番あれなの多いのは犬連れて散歩してるっていうのが、これ
だけど犬連れて散歩してるってのはあんまり私高級なことだと思えないね。俺犬連れてさ、あの犬のお供してる格好だ。そして今度は犬がうんちするとうんちを一生懸命見てる。どうせ見るんなら大空見た方がいいんじゃない。あんまり私あの犬連れて犬のうんちを見てるっていうのは高級とは思えない。それからあれ、その竹刀を持ってね、犬連れながら竹刀を持ってあの かけてくるっていう人がいるけど、あれもどうかと思うな。犬と犬と出会うとあのワンワン吠え出すでしょ。ほっとしないでこう叩こうっていう姿勢なんだけど、あのくらいなら犬飼わなきゃいいんだし。面白いね。そうかと思うと、まあ、マラソンの人、いわゆるこの頃ジョギングっていうんだからね、この前も話したけど、このジョギングっていうのもブロイラーみたいに太っちゃったのが走ってんな、あれや。そのブロイラーになる以前にそのマラソンだかジョギングやったらいいと思うんだね。そうかと思うと貧乏眼みたいな顔して、もう痩せこけて、そうして真っ青な顔してでやってるの、これもあれ。そうかと思うとあれ、あのいいと思ったのこの頃出会う人だけどね、いかにも楽しげんの。俺ちっちゃな犬一匹連れてんだけど、その犬もあの鎖取りちゃって、犬がちょこちょこその人の前行ったり後ろ行ったりしながらだけど、その人はもう全く巻いてでニコニコしながらのあでその速さたるよね、私の歩くのとそうか。あれはマイペースだね。あれ楽しみだと思う。ああいうのがジョギングっていうのだろうな。あ、この間カーターさんのジョギングっていうの出たけど、あの調子が悪いんでマラソンに参加してあれ途中であれやめたっていう。そしたらその後今度主治医が一緒についてやってるっていうけど、あれは建前に引きずられてもうちょっとこう息切れしてる顔の写真だったね。あんな写真に撮られちゃ今度の選挙に有利じゃないと思うよ。でこれ、いや、その建前に引きずられるってことね、本音と建前ってこと。これ本音と建前っていうのは一番あれなの、政治家と凡さんじゃねえかな。その政治家でも凡さんでも、あの何ていうか油ぎった顔でね、清潔なその建前を説く人っていうの、これはちょっと誰も信用しないもんね。それからそうかと思うと建前に引きずられてあの息切れしているっていう政治家、あるいはいわゆる坊さん、坊さんでもそういう人いるもの、建前に引きずられて息切れしているっていう清掃ですね、清らかな坊さん、そういうのもいると思う。俺はちょっと見てて切なくなるね。でそういうところが色即是空、空即是色っていうのね、その点あの建前も建前、それから本音も本音、伸び伸びってこう出てるとこがあっていいんじゃない。そしてそのいずれもだ、この建前と本音と伸び伸び出ていながら、矛盾しない、これが資料だね、結局だ。色即是空、空即是色っていうのは、のだから建前と本音とってね、別々じゃなく伸び伸び、そういうことだと思うね。で結局の話、五運開空と正見、渾身の正見、五運開空なり。で五音は色重層行色なり、五枚の般若なり、これが本当の般若で、正見これ般若なりと、まあ今日はそこまでにして、
Thank you.